サンデイリバースキー場のドッペルマイヤークテック製コンビリフトイスラエルにあるロッシュハニクラ洞窟ロープウェイは世界で最も急勾配のもので60度の勾配を持つ。ドッペルマイヤーガラベンタグループはチェアリフトゴンドラなどの作動、ケーブルカー、スキー場、遊園地用牽引車、新交通システム及びマテリアルハンドリング装置を製造しているオーストリアの製造会社。 現在までにドッペルマイヤーとガラベンタは89カ国で14,600以上に及んでいる。ドッペルマイヤーガラベンタグループは2002年にオーストリアボルフルトのドッペルマイヤーとスイスロートクロイツのガラベンタ AG が合併し世界最大の作動メーカーとなった。日本においては日本ケーブルと業務提携を行っており直接作動建設を行った事例はないものの 同社を通じての技術導入やグループ会社製の半機などの部品納入を行ったりしている。クリスタルマウンテンのグリーンバレーエクスプレス高速クワットリフトドッペルマイヤーは1892年、オーストリアのボルフルトでコンラットド,ドッペルマイヤーによって設立された。1967年に創設者コンラットド,ドッペルマイヤーの孫であり、 エミール・ドッペルマイヤーの息子アルツール・ドッペルマイヤーが同社の代表取締役に就任した。20世紀後半にアルプス山脈のレクリエーションが世界中で急速に拡大する中、アルツールはフォア・アール・ベルク・ケーブルカーを設立し、世界的メーカーに。ドッペルマイヤー・ホールディングスは1996年、スイスのゴンドラとケーブルカーのメーカーであるフォンロール・ホールディングスの作動部門フォン。 ロールトランスポートシステムズを2002年にスイスの半機メーカーアクアを買収した。また2001年にはドッペルマイヤーとガラベンタの合併が発表され、翌年に合併した。2011年4月、ロンドンロープウェイ建設業者に選定され、エミレーツエアラインとして開業した。スノーバードのガラベンタやリアルトラムドッペルマイヤーの主要なロープウェイ製品には、 ドッペルマイヤーおよびバラベンダブランドで販売されているケーブルカー、ゴンドラ、自動循環式、固定循環式リフトおよびテレスキーなど。同社はキッズビュール、コブレンツのザイルバーンコブレンツ、ウィスラーブラッコムにあるピークにピークゴンドラなどのエスロープウェイやスキーリフト用の暖房シートなどの革新的な装置も開発している。ドッペルマイヤーケーブルカーは 空港や都市交通用の新交通システム建設を行っている。最初の導入は1999年にラスベガスのマンダレーベイで行われ、カナダのトロント・ピアソン国際空港、イギリスのバーミンガム国際空港、メキシコのメキシコシティ国際空港、アメリカのオークランド国際空港でも導入されている。イタリアのベネツヤ、ベネズエラのカラカス、 カタールドーハのハマド国際空港にケーブルライナーを建設した。ドッペルマイヤートランスポートテクノロジーはマテリアルハンドリング装置の開発、販売を行っている。当初は旅客用に設計された作動技術を流用し、半期のみ貨物用のものが取り付けられていたが、2000年代はじめ地面の上乱をほとんど発生させない長距離貨物輸送コンベア。 ロープ管を開発、パプアニューギニア、ジャマイカ、スーダン、スイス、オーストリアなどに導入している。MGM シティセンターシャトルクアコンストラクションは、スイスオルテンに本社があり、2001年ドッペルマイヤーによって買収された。この会社は、ドッペルマイヤー等の作動や、新交通システムメーカー向けの車両や半機を製造している。また、 日本向けの半機も多数製造しており、日本ケーブルが仮設した作動には、クア社製の半機が運行していることが多い。日本でクア社製の半機が運行されている場所としては、箱根ロープウェイ、絹川温泉ロープウェイ、ノコギリ山ロープウェイが挙げられる。インプットプロジェクトは、ベルギーの割引遊園地のマウンテングライダー、ジェットコースターなどの山岳システムと、遊園設備を製造している。 このプロジェクトは問題に続出し、最終的には除去された。LTW イントラロジスティックスは自動倉庫技術を担当している。ありがとうございます。